本当、長い人種だったな。まったくだ。俺はもうヘトヘトよ。桐生さんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない、意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。グラスは3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある、グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句あの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも、奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役食らってお勤め終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな、ああ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。かだっせえあだ名だな。やめろよ、こっぱずかしい。え、おいいじゃねえか。ねえ桐生さん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。ああ、すんません、話に熱中しちゃってた。桐生さんもロックでいいですか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。
廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな、フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、無茶しやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土や使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れない。でもなんだって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件として、もう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。 あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。ほら、格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、桐生さんがガンだなんて。なら、あんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて、手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなことを。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話つけます。春日、それは違う。
俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ。あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。勘なんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ。キリュウさんは誰も止められねえ。え？キリュウさん、あん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、リチ。そうか、あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ、速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか、カズが。そうじゃありません。そりゃ、急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でもキリュウさんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る。いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おう。そうか、わかった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、春日。しゃあねえな。な。まあな。
でも喜んで。じゃあ改めて行きましょうか。そうだな。約束の時間までまだある。何が待ってるかわからねえ。しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第五地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。おう。はあ、そうか。ありがとうよ。うん。スコールか。ハロー。の。スコールってやつか。ハワイは通り雨多いと聞いてたが、こんな急に天気って変わるんだな。ハワイって流しのタクシーはそんなに多くないのかね。どう、まあホテルで予約したり乗り場から乗るのが多いかもな。ハワイのドライバーは明るくて気がいいやつが多いし、穴場のスポットも知ってるからな。気軽にいろいろ聞くといいぜ。へえ、詳しいじゃねえか。本職のドライバーみてえだ。いや、車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。仲良し。Don't you mess with us. おっしゃ、行くぜ。行くぜ行くぜ。もらった。おや。水にまで。回答。手加減はなしだ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。調子出てきたぞ。叩き潰す。よし、やるぜ。どうした？おら！くそ、上がらねえ。行くぜ。放電準備。俺の番だ。なんとかいっか。いつでもいいぞ。もらった。放電準備。手加減はなしだ。ガンガン行くぜ。ほら。くっそ、上がらねえ。
まだくたばれねえ。せいてりゃ腕が悪くない気分だぜ。お客さん、車の整備ですか？あ、いや、そうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。ジュリっていう。俺は春日、春日一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？おう。おじさん、いい年なのにこういうバット持ってんだ。なかなか香ばしいね。すみません、できそうかな？いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。なめないで。さあ、さっさとやろう。どうしたいか言ってみて。ご要望は？ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし、すげえ。同じパッドじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないから、いろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は？最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え？なんか言ったか？いや、気にしないで。おい、姉ちゃん。先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は？先客だよ、車整備のな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだ。状況わかってるのか？わかったよ。確かに横入りはいけねえな。ならお前を殺せば
横入りにはならねえよな。なるほど、合理的だ。やってみるか。おう、ぶっ殺してやる。気に入らねえな。さっさと始めようぜ。調子がいいぜ。ほら、うん、よし、やるぜ。調子出てきたぞ。ここはい、強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな。二度としません。すみませんでした。大丈夫か。ああ、私は平気。たまに来るんだよ、どっかから噂聞きつけてきた、ああいうやつが。まあ、いつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。の、ああ、確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね。でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ。マスターと関係は長いのかな。そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように、武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ、口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。おう、もちろんさ。また来てもいいか。ああ、今日は助けてもらったし、サービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。それでよければ来ていいよ。あと、私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。了解、ありがとよ。これからもよろしくな、ジュリちゃん。ジュリちゃん。なんだ、おかしいか。いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかむずがゆいな。そうか、すまん。嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな、テンション狂うよ。いらっしゃい。ご要望は？これでいい？ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし、いい感じにしといたから。来てよ。なあ、
おい。邪魔すんじゃねえよ。かかってきやがれ。行くぜ行くぜ。俺の番。調子がいいぜ。なあ、はい。どうぞ、春日さん。これは先ほどのお礼です。おお、悪いな。それじゃ。へえ、こりゃ飲みやすくてうまいな。コーヒーの味とか詳しくはないんだが、俺の好きな味だ。気に入っていただけて嬉しいです。あんた、元お笑い芸人なんだっけ？有名人ってのは大変だな。って言ってもあまり知らなくて悪いんだが。いえ、いいんです。結構前の話ですし、僕は以前エスプレッソ豆岡という芸名でいいまめ弾けましたってネタでちょっと売れた時代があったんですよ。エスプレッソいいまめ、よくわかんねえけど、その頃からコーヒーが好きだったんだな。コーヒー芸人みたいな。いいですね、コーヒー芸人。実際ピン芸人になる前はアメリカンソラタってやつとカフェソラマメっていうコンビを組んでました。カフェのバイトで知り合って、二人とも好きだからってコーヒーにちなんだネタで舞台とか上がってたんです。あの頃は楽しかったな。馴染みの喫茶店で徹夜で一緒にネタ合わせして、そのまま小劇場や公演で披露して、でも全然売れなくて結局解散しちゃいました。貧乏には勝てませんね。お互いピン芸人として別々の道を行くことにしました。それからは相方ともずっと会えてなくて、あ、いや、一回だけ馴染みの喫茶店でコーヒー飲んだか。まあ今もどこかで元気にしてりゃいいんですが。そりゃなんていうか、コンビは残念だったな。じゃあ、いいまめ弾けましたってネタはピンになってから受けたやつなのか？そのネタはコンビの頃からやってたんですが、
解散後にいきなり SNS でバズりまして、そこから遅咲きのブレイクをした感じなんです。と言ってもまあ本当に一瞬でしたけどね。急に闇営業をしたって事務所に言われて即クビですよ。そんなこと何もしてないのに。そういえば闇営業で炎上したとか言われてたな。つか闇営業ってなんだっけ。意味はいろいろありますが、僕の場合は事務所を通さないでヤクザ主催のパーティーで営業したってネット記事に書かれましたね。それを闇営業だとばらまかれて SNS で大炎上、どんどん尾ひれがついて収拾がつかない状態になりまして、道を歩けば後ろ指を刺される生活、精神的にもボロボロで、お笑いなんてやれず引退しました。僕の人生 SNS に振り回されっぱなしです。エスプレッソ豆岡の闇はコーヒー以上にブラックだったとか書かれて散々ですよ。ああ、もう色眼鏡で見られる日々に耐えられなくて一念発起してハワイでコーヒーショップを始めたんです。この店ができるまでにもいろいろあったんだな。しかし何も悪いことしてないのにそんな目に遭うとは、かける言葉が見つからねえ。ありがとうございます。でも気にしないでください。ここは提供するコーヒーがまずければ露骨に淘汰されるシビアな街ですが、美味しければそれだけ正しく評価してもらえるんです。豆だって手塩にかければかけるほど味で応えてくれる。そしてその味をこの街の人たちは求めてくれます。そんな真っ当な世界で何のしがらみもなく生きていけている今が一番幸せなんです。そうか。ま、自分のことを知りもしない連中に勝手なこと言われて振り回されるのは辛いし疲れるよな。コツコツと積み上げたもんがちゃんと評価されるのに心地の良さを感じるあんたの気持ちわかるぜ。これからもうまいコーヒー入れてこの店続けてくれよ。はい、ありがとうございます。ぜひまた来てください。お待ちしています。
はい。かかってきやれ。いいね。行くぜ。行くぜ。おや。今まで。回答。行くぜ。寝てるわ。
さん。ほら受けてみな。ぶっ飛べ。俺の番か。しゃあ。ほら来いよ。すっごめん。調子がいいぜ。やんのかい。くずれ。調子出ねえな。さっさと来い。ガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。もらった。行くぜ。かかってこいよ。終わらせる。どうした、調子がいいぜ。俺の番だ。行くぜ行くぜ。勝負しろよ。俺たち強、また強くなっちまった。これが俺の真骨。そう。てめえ。そう。はあ。
おい。ホットの粉コーヒーください。時間ってどのくらいかかります？そうですね、さっき豆植えたところなんで、あとは水まいて収穫したらすぐですよ。どこがすぐやね、収穫してもまだ時間かかるわ。すみません、嘘です。あと30秒でできますのでお待ちください。びっくりした。あとパンケーキもください。ありがとうございます。どうぞごゆっくり。あ、春日さん、いらっしゃいませ。さあどうぞこちらの席へ。前に来た時よりもいい店になってるじゃねえか。なんか明るくなったな。そう言ってもらえると嬉しいです。そなたが来てくれてから毎日が楽しいんですよ。出会って一緒にネタ合わせしてた頃みたいで、またあの頃みたいに二人で一からやっていきます。そうかい、そりゃよかった。これでようやく店の名前通りになったな。カフェ空豆、いい名前だ。はい。と、そうだ、注文してなかったな。春日さんにはこのコーヒーを、俺たちからのおごりです。春日さんは俺たちが再結成できた恩人ですから、その春日さんにちなんで一番ブレンドっていう特別なコーヒーを作ったんです。ぜひ飲んでいってください。おお、マジかよ、なんかすげえな。じゃ、遠慮なく。うん、うまい。名前負けしてないいい味だ。これからも頑張ってくれよ。応援してるぜ。はい、はい、すみません、注文いいですか？あ、はい、ただいま。それじゃあこの一番ブレンドってやつください。ありがとうございます。そなた、一番ブレンド。はいよ。いまめ聞けました。二人でずっといいまめ引き続けろよ。
だこれ、なんかの撮影か。すみません、ご不便をおかけします。もう少ししたらこのショッピングセンターを貸し切って日本のバラエティ番組の撮影をするんです。日本のテレビ？ええ、予算をかけた特別番組ですからね。その名もアナコンダエスケープ。あ、アナコンダエスケープ、ご存知ないですか？毎回高視聴率を叩き出す人気番組でして、毎年1回ハワイのアナコンダショッピングセンターを貸し切って大物芸能人たちが壮大な鬼ごっこをするんです。ちょっと聞いたことなかったな。でもそんなに人気ならきっと面白いんだろうな。放送されたら見てみるぜ。ぜひ。今から撮るのは一般人枠で厳しい審査と選考会を勝ち抜いて挑戦権を得た人が挑む回でして、その人がまたすごいんですよ。ミスターアナコンダなんて呼ばれている人で、この日のために家の庭にトレーニングコースまで作っちゃうすごいストイックな方なんです。ほう、それまた随分と気合の入った。え、ちょっと嘘でしょ。川本さん出られないの？もう少ししたら一般人枠の収録始まっちゃうよ。芸能人枠は1週間後で確定してるから前倒しなんて無理だって。そんなこと言われても切れた。どうかしたんですか、今田プロデューサー。ああ、大西ちゃん、いやどうもこうもないよ。一般人枠で参加予定だった川本さんいたでしょ、ミスターアナコンダの。ええ、これから収録ですよね。それが川本さんいきなり痛風になっちゃったらしくて、歩くのも厳しいって連絡来てさ。ねえ、マジっすか。でも痛風じゃ気の毒ですが無理ですね。マジで辛いらしいですし。ああ、エビとビールがうまいって言ってハワイ来てからもずっと食べてたからな。くぅ、プリン体か。ああ、で、今はもう痛風は仕方ない。川本さんの回復は祈るけど、今回の収録には絶対に間に合わんから急いで。ん？誰この人。ああ、ちょうどここを通りかかった人です。番組のことをちょっと話してて。一般人ね。その割には体格もいいしタッパもある。カメ、よし、君で行こう。アナコンダエスケープの一般人枠代表として出てくれないか。は？おお、いや、そんなスナック感覚で出られるもんなのかこれ。さっき厳しい審査と選考会を乗り越えて初めて出場権が得られるって聞いたんだが。今プロデューサーである僕の鋭い眼差しで審査した結果、見事合格となったよ。おめでとう。お願いします。お兄さん、今日の収録を逃すともう撮れる日がないんですよ。どうだろう、チャレンジしてみてくれないか。豪華商品だってあるぞ。豪華商品はさておき。なんだそこからか。では説明しよう。簡単に言うと、ショッピングセンターの中を謎解きしつつ鬼ごっこをする番組さ。閉鎖された店内で繰り広げられる熾烈な駆け引き、見事ゴールまで逃げ切れれば豪華商品ゲットってなわけだ。まあ確かに楽しそうではあるな。ああ、鬼なら彼らだよ。あ、ああ、大学の陸上部とプロレス部の子たちでね、毎年協力してもらってるんだ。言っとくけど、それぞれパワーもスピードもすごいよ。だろうな。俺あんな連中と鬼ごっこすんのかよ。まあ簡単に豪華商品がゲットできてもつまらないでしょ。それに立ち回り次第で逃げる方法だっていくらでもあるから、そこは頭を使ってさ
やってみたら絶対楽しいって。まあアトラクションみたいではあるか。よろしく頼むよ。俺は春日だ。春日さんか。改めて。よし、それじゃあ春日さん、アナコンダエスケープに出てくれるかな。いいとも。面白そうだしやってやるぜ。ありがとう、恩に着るよ。ただ言っとくが、俺は素人だからな。演技とか取れ高だとか言われても分かんねえし、その辺は期待すんなよ。大丈夫大丈夫、飾らない面白さがうちの番組の売りだからさ。春日さんは深く考えずに楽しんでくれたら OK よ。じゃあ大西ちゃん、後の説明頼むね。僕は最終確認に行ってくるから。では簡単に番組の説明しちゃいますね。ええ、よろしく頼む。はい。へえ。いえ。覚悟しろ。かかってきやがれ。ガンガン行けて。向かう。ガンつけてんなよ。覚悟しろ。かかってきやがれ。ぶちかま。おら。んだてめえ。後悔するな。さっさと始めようぜ。ぶちかま。
よっしゃゴールだんな、おめでとう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 さんおめでたいですおめでとうございますおめでとう ありがとうめまして春日さんお疲れ様でした突然のピンチヒッターにもかかわらず素晴らしい取れ高でしたよナイスファイトだったよ春日さん春日さんの必死の逃亡劇見てるこっちも手に汗握ったよまあなんとかゴールできたなもっとクイズとか解けたらよかったんだろうがそこは参加者に判断が委ねられるところですからね番組としても取れ高は十分だしほんと助かったよこれは約束の商品ねでも今回の放送は盛り上がりそうですね一般人枠にニュースターが現れたわけですしそうだなあ来年の番組さ復活のミスターアナコンダ川本さん VS 大型ルーキー春日さんって銘打ったらもっと盛り上がるんじゃないかそれ激アツっす企画書の叩き作っておきましょうかおいおい俺はあくまで今回の代打だそれに出場審査やってるってことは他にも出たい人は多いんだろまあそれは確かに謙虚っすね春日さんでももしまた出たくなったらぜひ応募してください春日さんだったらきっと審査だって勝ち抜けますよまあ気が向いたらなでも当分は遠慮させてえ自転車でアメリカ大陸横断の旅に参加予定だった米倉さんがサドルに座ったら死ぬレベルのヤバさ？アナコンダエスケープに続く名物春日さんさ旅はやらねえからななんでもできそうだけどうまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。よく狙ってください。どこを狙うかが移動しま、うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。